痛い痛い痛い。カノン姉妹とかもそうやのやってますよね。熱いお風呂、いや冷たい水に浸かるとか。ああ、そう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 、そうですね。すごいみたいな。そうですね。なんかあの要はあの真冬でもね、裸同然みたいな服を着て外に出られるようになんかしてるらしいですね。野球選手がなんか筋肉を一気に収縮させて、なんか体を活性化させるためとか言って、首から下をマイナス100度とかなんかの蒸気を当てるみたいな、そういう設備があってやってるって言ってましたよ。すごい。それをなんか30秒だか、なんだか短時間なんか一気にギャーッと冷やして、なんか凍傷塗りそうな感じしますけど、だからねえ、まあなんかね、うまく考えてあるのかなんかわかんないですけど、とにかくなんか裸で浴びるらしいんですよ。なんかそれ信用できませんよね。知らない人にやってごらんとか。まあ鍛えてる方だから大丈夫なのかわかんないですけどね。ね、そうですよね。いけないだって、なんか太ったニートの人がやったら多分死にますよ。そう、50度の家もやばい。なんか触診して。そうですよね。いや、ほんとすごいんですよ。だからそのお湯は絶対顔はつけないとか、なんかやってましたよ。なんか手元もなんか皮膚が薄いから手袋して入るだかなんだか。そうですね。何なの？なんかもう人体実験の域っていう気がするんだけど。そうですね。痛いですね。痛い。痛い、ここゴリッとしますね。肩凝ってますね。あ、肩、痛い、痛い、肩すごい力入ってましたもんね。くすぐったい、くすぐったい、今度くすぐったい。いろいろ出てますね、今日。気持ちいいとこは気持ちいいし、腕陣が痛いですね。やっぱ冷えですよ、冷やしてるからです。もっと温めましょう。はい、ダメですよ、そんな真夏の格好にコート羽織だけじゃ。確かに。ちょっと自分を試してる節もありますね。まあね、やっぱあの男性ならまだいいかもしれないですけど、女性はやっぱり冷えやすい体になってるので、足とか腰を冷やしていけませんよ。痛い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 。これちょっとだって青いですもん、肌の色も。ちょっと見てください。ちょっとここ紫かかってるじゃないですか。はい、はい、冬だからです。だからじゃない、冷えてるから。みんななるじゃないですからね、これ。やっぱり冷たいからですから。痛い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 ですね。痛い痛い痛い。あ、でもあの幼稚園の時の写真可愛かったですね。あ、はい、顔ほぼそのまんまですね。そうなんですよ、ね、変わってない。垂れ目だったんですね。そうなんです、あの頃はまだ健康だった。いつから変わっちゃったんだ。本当に。まあ、雰囲気そのまんまっていうの面白いなと思いました。なんか本当にそのまま大人にしたって感じですよね。顔あんま変わってないですね。そうなんですよ、変わる人は変わりますよね。うん、私も結構変わりましたよ。中学と比べても違いますか？ああ、でも中学ぐらいでもやっぱ顔もっとふっくらしてたからだいぶ印象違うんじゃないかな。
モンハさんは結構ほんとそのまんまって感じ。雰囲気とか髪もね長くてね、なんか割とそういう服装っていうかイメージがそのまんまちょっとねロリな感じ今もありますもんね。あちっちゃった。もう裏返っちゃってますね。裏返った。まあふくらはぎやりやすいですけど。でもやっぱ積極的に、はい、今年の冬は、うんうん、鍋食べるようにして。ああはいはいはい。温いものも。うんうん、ね、ちょっと温めてあげないと。なんでそんな痛くできないんだっておかしくない？だから凝ってるから、指の形じゃないですよ。指の形が変わったように感じる。場所です場所です。凝ってるからです。これ大丈夫ですかね？だいぶもうなんか本来の状況と足の位置が全然違っています。予定と全然違う。痛い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 痛だからこの指先の運動がでも足の冷えにすごくいいんですよ。やっぱりまず指が一番冷たいですから、確かに、はい、この指をしっかり動かすとかマッサージするとだいぶいいです。凡人のとこと尖ってる尖ってないです。あー痛い。あーそうですね。あ、痛い。やっぱ便通良くないんじゃないですか。あ、どうなんだろう。うん、多分。痛い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 。ここで痛い人は、痛い痛い痛い、ここ大腸と結構関係が。大腸。喋れない。痛い痛い。だからちょっとやっぱり便通が良くないんじゃないかなと思います。でもさっきより痛からなくなりましたね、すねは。はい、もうすぐに。まっすぐにしましょう。なんか恐れで出るかな。はい、いただきます。拷問拷問。いやでも変わったらいいんじゃないですか。だいぶちょっと暖かくなってきて、かかとなんかかなり暖かいですよ。あ、うん、しっとりもしてますよ。うん、うん、はい、はい、はい、これで足痛いですね。ももがまだやっぱりちょっとね、でもまあくすぐったより痛いになりましたかね。はい、はい、じゃあまあ、 よくはなってますね。はい、はい。